はい今回は、えー、親と子供のですねまあ、仕事とか、まあ、物事に対するまあ、考え方の間違いっていうことで、まあ、ちょっとあのー、まあ 面白いっていうかまあ関心がありそうな関心を持っていただけそうなまあ内容についてまあちょっとお伝えしていきますのでよかったら最後まで聞いていただければと思いますまああの子供と親って言ってもねまあ皆さんもそう思われたことあると思いますけどまあ考え方は違うわけですようんでまあまあ意識も違うければ考え方も違うとまあどちらがいいとかまあそういった話ではなくねでまあ面白いなっていうのもあれですけど。 まあまあ比較的っていうようなことをお伝えしてい,あのいきますと親があの子供になってほしくない職業ランキングの上位っていうものがね、えー、分かってるんですよでそれをちょっとまあ順番に、えー、お伝えしていきます別にそのことについてね俺いちいちあのあーだこだ言うわけじゃないんで,で親が子供になってほしくない職業ランキングの、えーまあ、1位、えーまあ、YouTuber2 位芸能人 3位まあ、自衛隊まあ、自衛隊関係者4位まあ政治家っていうことなんですねでまあこれってのは当然。 理由がありまして、親っていうのはね、子ああに安定した生活を望むということで、ユーチューバーとか芸能人っていうのは、安定しない職業じゃないですか、水物的なところがあるんで、それにはなってもらいたくないと、その親の考えっていうのは、ごもっともだなとかっていうのも思うんですよ、別にそれに関してね、こうもなくね。 ちなみにちょっと余談ですけど、僕は YouTube させてもらってるんであれですけど、とてもじゃないけどね、多くの人が知ってる人はすごく稼げるんでしょうけど、それ以外の人は僕もそうですけど、本当に大変だしお小遣いぐらいかなと思うんで、職業でやっていけるっていう人はすごいしほんの一握りなんだろうなと思うということです。同じことが芸能人にも言えると思うんですよね。多くの方が知ってる芸能人、 えーまあ、有名な人っていうのはまあごく一部で、えーまあそ,のね、そこまでやっぱ慣れない人っていうのが多くいると思うんですよだからまずね職業って言ってもね、えーそのまあ、食っていけ生活していけるかっていう問題に直面するんででもしね,、えーそのねえーまあ、売れたにしても やっぱりその不安定、水、ま、物、あ、的な、えーまあ、どうなるかわからない的な、まあ、ものもあるんで、まあまあ、その、まあ、親の考えっていうのもわ、まあ、かるなっていうことを、まあ、僕は思いますということ、えー。3位の自衛隊っていうのもそうですね、えー、もしかして何かがあったときに、まあ、自分の子供がね、そういった危険なところに、えーまあ、行くっていうのは、えー、親として望まないことっていうことでよくわかる、うんでえー。4位に政治家っていうのが入るんですよ。うん でまああのこういったままああの、まあ、順番なんでまああの親っていうかの気持ちもあの非常によく分かるっていう話なんですよ。でさっき僕あのお伝えしましたが親と子供っていうのはまあ親子であってもまあ見る世界がまあ違うっていうことででここからですね子供のまあちょっと目に映る、えー、なんていうのかなあのー、ね、えー、その世界っていうこと,ことをね、えー、ちょっとここからね、えー、まあ,あのお伝えして あのなりたくないと感じる子どもの職業の1位というか、まあまあ、第1位というか、だから子どもというのはなりたい職業というのとなりたい職、なりたくない職業というのがあって、今回はこのね、まあ、ちょっとなりたくないとか、なってもらいたくないという方に注目してるんです,ですけれども、子どもがです、ね、なりたくないと感じてる職業の第1位が、ですね、なんと総理大臣なんですね、うん、内閣総理大臣。 子供は、まあ、今のっていうね今の子供は、えー、内閣総理大臣にはなりたくないと、えー、いうことがわかってるんですよ。 で、えーまあ、そのちょっと、まあ、下っていうか、ちょっと後っていうかに、政治家とか官僚にもなりたくないんですね。うん、でこれは何を意味しているのかというと、日本の子どもの目に、総理大臣、政治家、官僚っていうものが、えー、全くこうね、よく見えない、魅力的ではない、もっと言えば、日本のためになってないって分かってるんじゃないかなって思います。あのよくねあの、まあ、皆さんはそんなことないと思うし、僕もそんなことないと思うんですよ。子供なんだから分かるわけないんじゃないかって言うんですけど、分かりますよ、人間ですから、子供で。と 大人と言えどねで多分その日本の子供って多分そんなにあのー、知識ないわけじゃないんで、えー、何かやっぱ思うことがあると思うんですよ。昔はねわ、えー、からないですけど、えー、総理大臣になりたいっていう子供がいたと思うんですよ、あるいは政治家になりたいとかね、えー、で官僚になりたい、そして日本をより良くしてししてしていきたいって思う子供がいたと思うんですよ。そういうい子供が いい、えー、いなくなくっったっていうことだとだ思いますよ子供がなりたくない、えー、職業の第1位が総理大臣って、かなりね、これっていうのはあの暗い、えー、ことを示すんじゃないかと思います。で、まあ、あのこんなことね、まああの、まあ、僕の憶測なんで、あれなんですけど、子供を思ってるんじゃないですか、国会議員とか、国会とかいるのかなって、うんまあ、僕はいらないと思ってますけどね、うん。あのー、<laughs> まあっていう話をしてもあれですし、まあそんなことをちょっと日本の子供が、まあ、思ってたら、まあ すごいいなとかってううのも思うんですけどいやでも、あのー、子供だから、まあ、例えばその言葉にはうまくできないかもしれないけれどそういうことを思っていてもおかしくないと思いますだから子供が、ね、なりたくない職業の1位が総理大臣でそういったことを意味してるんですよで、まあ、皆さんも、えー、思ってることがあるかなと思うんですけどまあ僕とか、まあ、リスナー様が まあ子供の頃っていうか、まあね、数十年ぐらい前ですか、すいませんってことなんですけど、まあ2、二、三十年ぐらい前っていうのは、一つですね、あの、まあ、なんていうのかな、憧れるっていう話じゃないけど、その憧れるみたいな、その、まあ、一つ道があ,あったと思うんですよ。あの、まあ、僕はその落ちこぼれなので、全くそういう道わからないですけど。 まあ、東京大学の法学部から、まあ、官僚になるっていう、まあ、エリート街道ですよね、そういったものに憧れるえ時期があり、それを目指していた人が、えー、多分いるんですよでそあ。あるいはそこからですね、まあえーまあ、その総理大臣とか、まあそのまあ、いろんなところの、えー、上のほうに行きたいとかと思った人がい,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 いたんですよ。そういった話が出ていたんで。しかし、今の、えー、日本ではそういうことはないと。 うん、子供はだから、あのー、言語では言えないんですけどなんとなく肌っていうかえ体っていうかで思ってるんでしょうねちょっとなんかまあうんダメなんじゃないかっていうことをね、まあ、僕ら大人が思う、えー、ものも子供も、えー、そう思ってるっていう話だと思います。 で、えーまあ、ここからはちょっとまあ雑談みたいな感じなんですけど、まあ、余談みたいな感じなんですけど、まあ、僕はこんなふうにも日本の子供が思ってるんじゃないかなってちょっと思うことがあるんで、まあ、あの軽く聞いていただければと思うんですけど、まあ、皆さんもそう思ってるとあの思うんですけど。 まあそのね、えー、まあ岸田っていう、まああのまあ、日本のトップに、えー、まあいる人ですけど、まあ、その人に対して、えー、大人がまあ思うこと、あとですね子供も、えー、思うことが、えー、あると思うんですが、それが、えー、ほぼ、まあ、近いこと、似たことを思ってるんじゃ、えー、ないんじゃないかなとかって、僕は思うんですよ。うん、で、まあ、皆さんも僕も、えー、思うことっていうのはまあ,あるし、まあ、同じような、まあ、似たような考えだと思うんですが、岸田のですね、えー、まああのパターンみたいな、あのそれをですね、 えーまあ、考えるっていうか分析するとこういったパターンなんですよ。あのまあ、それを分析してど,どうなのかっていう話なんですが、まあ、あのおそらくこの,この4段階です。まあ、こんなふうに思われるか分からないですけどこう思ってみてください。えー、第1ステップ何かの物事を、えー、注視する。まあ、注意の宙に死は、えー、なんだろう見るっていう視聴確執の視ですねすい,すいません。第1ステップ、えー、視聴する。 えー、第2ステップ、えー、対応する、えー、第3ステップ、検討する、えー、第4ステップ、結局何もしない、うんこれを、これを繰り返すんですよ、注視して対応して検討して、結局何もしないっていうね、さすがに皆さんも思ってるでしょう僕も思ってますからねあの、日本国民の間で検討士って言われてますけど、これのね、指、え、示、ーまあ、されるっていうのはまた意味が分かりませんけど、結局何もしないんじゃないかっていう話ですからね、本当に。 注視しししててて対応して検討して結局何もしない。結局何もしないんじゃないかって。子供もそう思ってるんじゃないかって僕は思ってますからね。結局何もしないんじゃんって、うん。何やってんだろうなって。うん、あのどうせ何もしないんだからあの、検討するだけ無駄だなって、多分子供も思ってるんじゃないかとかね。勝手に僕そんなことを思ってるんですよ。うん、あただしね。 えー、外国人が得することはね、えー、ものすごい早さで決断しますからね。外国人にあの給付金を出すとかね、うん。もうおかしいことだらけですよ。で、こういったことを大人も思うし、まあ大人が思ってるんですが、まあ子供もおそらく思ってると思うんですよ。だから、あのー、まあ、思ってるんと思うんですよっていう言い方もあれなんですけど、こういうようなことがなんとなくそのまあ空気感としてまあ伝わるっていうか、子供もそう思っている。だから、 あの本当はですよ、あのこれからの日本を支えていく、えー、子どもがです、ねえー、まあなりたい職業の,あの上位に入ってもおかしくないんですよ、内閣総理大臣ね。だから、日本のまあこういったところがまあおかしいんじゃないかなと思うっていう、えー、子どもっていうか。 人がいて、ですね、えー、その人があの上に上がっていってあの、より良い日本にしたいと、えー、願って、僕はこういったために、えー、頑張りたいんだとか、そういうことを、えー、言う人がいてもいいんですが、そういう人がまあいないとか、そういうことにならないっていうのは、あのこれっていうのは言葉が、えーまあ、悲しいんですが、日本の衰退を、えーまあ、何よりをこれしあの示しているこれ根拠だと思うんですよね。だから、あのまあ、皆さんも思っていると思いますし、まあ、僕も思うんですが、まあ、あの日本の大人がですね、やっぱりこう少しで、ね、も 日本が良くなるという背中を子供に見せないと子供があのこういうふうに思ってしまうということですよ。で別にね、えーまあ、僕らも大変なことがあるんで生活が大変だったり生きていくのが大変だるってことがあるんですけど、このままいくとですね、えー、子供がこういうふうに思ってしまう、えーまあ、暗い、えーまあ、日本の衰退を意味してしまうということなんで、ちょっと考えることがあるなと思ったんで、取り上げてお伝えしてみました。まあ、親とと子供の職業に対する、ね、考え方とか、まあ、違うっていうい 話なんですが、これっていうのは、あの子供はですね、そこまで口にしないかもしれないけど、まあ、思ってることもあるし、それが、えー、このね、えー、まあ、出てきてる、えー、なりたくない職業の上位に、えー、まあ、その、ねえー、内閣総理大臣というものが入ったということは、これを意味してるんじゃないかと、まあ僕は思いますっていうことで、えーまあ、今回のコンテンツ、ここで終わりです最後ままままで聞いていいいててたたただきましししありがとうございました失礼いたします。